浜大エイトリスカースケンスは、鈴木目鈴木亜エ笛大化に属する魚類。赤い体と長いおひれが、特徴の深海魚で、日本では高級食材として扱われる。地方名はオナガ、オナガ大、赤チビキ、平地、赤町などがある。浜大属エイトリスは、インド太平洋に浜大を含む3種、西大西洋に1種の、計4種が知られる。いずれも、 水深200から500メートルほどの深海に生息する。日本での別名、オナガ、および英名ロンテイルドレッドスナッパーは長く伸びた、オヒレに由来する。ハワイなどでは、オナガと呼ばれるが、これは日本での別名、オナガに由来する。ハワイに移住した日系人がそう呼んでいたため、そのまま現地での地方名として定着したと言われる。フレームスナッパーは、炎の笛台の井で、 先行色の体色に由来する。アフリカ東岸から南日本、ハワイ、ロードハウ島、オーストラリア北岸まで、インド太平洋の熱帯海域に広く分布する。日本では、本州中部以南で見られ、伊豆諸島や南西諸島の近海で多く漁獲されている。水深200から500メートルほどの大陸方上の深みに生息し、海底の岩礁域付近を遊泳する。最大で、 全長120センチメートルに達する。体は防水型で、背中が先行色、腹側が淡紅色をしている。真鯛よりも赤みが強く、前後に細長い体型である。尾ひれは深くに刺した V 字型で、成長とともに上下両用が長く伸び、大型個体では特に上用が糸状になる。口は大きく下た顎もがっしりしており、上顎の先端部には1から2体の剣士がある。 背びれは、棘上部で最も高く、南上部との間で一旦低くなり、南上部で再びわずかに高まる。目は大きく、両目の間は扁平である。生態が似ているヒメダイ族魚類は、背びれがほぼ長方形に近く、両目の間が隆起するのでこの点で区別できる。食性は肉食性で、小魚、甲殻類、頭足類などを捕食する。微味な食用魚で、 日本など地方によっては高級食材として扱われる。また、置き釣りの対象としても人気が高い。釣りのほかに、深海ハイ川などでも漁獲される。身は淡いピンク色で、癖のない白身である。刺身、焼き魚、煮物、揚げ物、蒸し物など、様々な料理に用いられる。エイトリス・カーアスケンス・フィッシュ・ブイス。ありがとうございます。